国道1号線沿いにある目立つ赤い看板が目印のラーメン店、気になりませんか？今日はね、静岡市清水区神原のはっさしやかんばら店に行ってみたいと思います。このチャンネルでは全国47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。全国食べ歩きの記録はブログに書いています。静岡人で検索してください。 Twitter、Instagram もやっています。リンクを概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧ください。いろんなラーメン店情報をもっと知りたいと思ったあなた、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の最後にいただいたコメントに対する返信や最後に一言などがありますので、最後までぜひご覧ください。今回私が食べたのは醤油豚骨ラーメン並とキャベツトッピングになります。トッピングはキャベツ、ネギ、海苔3枚、わかめ、チャーシューなどが載ってます。大ぶりの海苔が3枚も載ってるのは嬉しい限りですね。豚骨スープはね、クリーミーでややとろみがあります。豚などは冷凍のものは使っていないようで、長時間煮込まれていて旨味がたっぷり出てますね。どっしりとしたスープです。結構本格的でびっくりしましたね。中太麺はもちもちとした食感で弾力がありますね。短くてすすりやすいのは家系ラーメンと同じだと思います。研究とか試行錯誤を重ねられて作られたものだそうです。麺はね、固めで注文したんですけど、最初にキャベツが食べたかったのでそうしました。野菜を最初に食べると血糖値の急激な上昇を防ぐことができます。キャベツのトッピングが50円なのはね、そういう点から考えても本当にありがたいです。ラーメンショップなどと同じように海苔をスープに浸して豆板醤をのせて麺をくるんで食べたりもしました。この手のラーメンにね、ニンニクと豆板醤ってすごくよく合うんですよね。欠かせません。静岡市清水区神原のラーメンはっさし屋なんですけど、国道1号線富士由比バイパスの神原にあるラーメン店です。上り線からしか入れないんでね、富士方面から行こうとするとバイパスの高浜インターで一度降りて再びバイパスに乗ります。ちょうどね、カーブを曲がった場所にあるんで、少し入れづらくてね、出にくいのもありますね。注意が必要です。ファミリーマートの隣になります。私が知ってるだけでもね、この場所はラーメン店がカレー店になって再びラーメン店になってます。はっさし屋っていうのは島田に本店があって、吉田町にも店舗がありますね。なんで県内では3店舗目だと思います。平日のね、開店と同時ぐらいにお邪魔したんですけど、結構お客さん入ってますね。券売機は入って左側にあって、水はセルフサービスになってます。券売機の前に給水機があります。店内はカウンター席とテーブル席があって、カウンター席は1席ごと板で仕切られています。
店員さんは元気な感じの男性が2人いました。あっさし屋のメニューなんですけど、スープは豚骨1種類で醤油と塩があります。各種トッピングや麺の量によって値段が変わってきます。替え玉やお子様ラーメンなどもあります。サイドメニューでネギ丼やチャーシュー丼もありました。11時から16時のランチタイムは麺類注文の人に限ってライス無料になってます。ライスはセルフサービスになるんですけど、食べ放題ってすごいですよね。大食いさんも大満足です。そして食べ放題のご飯、最後ね、スープを飲んでご飯を食べてを交互にするのが至福の時。確実にお腹いっぱいになります。大食いな方でも十分満足できるラーメン店だと思いました。行ってきました、はっさし屋かんばら店。このお店の前はね、カレー屋だったんですよね。で、その前はまたさらにラーメン屋だったんですよね。その前もあるかもしれないですけど、いずれにせよ頻繁にお店が入れ替わってる場所になります。今度はね、根付いてくれるといいですよね。豚骨醤油スープだったんですけどね、結構濃厚で本格的でびっくりしましたね。コメントに対して答えてみるのコーナー。静岡県会津市の新栄楼にいただいたコメント。塩沢達也さん、ありがとうございます。いつも楽しく見ています。日々の更新が本当に楽しみですとのこと。心温まるコメントですよね。本当にありがとうございます。なんかね、気象医とか言ってくる人もいるしね、それに比べたら本当にね、とても励みになるコメントだと思います。そう言っていただけると本当にやる気が出るんですよね。こういったコメントは大歓迎です。今後もコメントをお待ちしています。コメントがないという方はね、高評価ボタンを押していただけると励みになります。よろしくお願いします。